今回はバトルパルーザーのガチャガチャで取得しないといけないキャラクターになりますが、ダンボールのプレイ動画をご紹介していこうかと思います。まあ、とは言うても無課金で取得できないかと言われたら、それほど取得難易度が高いキャラクターではないですし、レアリティも一番低く設定されてますので、まあ、ある一定数ボックスを開けていけば、まあ、無料でも取得することができます。まあ、毎日の箱を開けることができるところからも出ますし、はたまた、レベルアップでゲーム内の課金のダイヤがもらうことができますので、そちらで狙っていくのもいいです。まあ、極端な話、リセマラがかなり簡単にできるゲームになりますので、まあ、リセマラでこのキャラクターを出すっていうのも一つの選択肢です。まあ、ビルドの構成は最後につけておきますが、必殺技が非常に強力なキャラクターで、範囲内の敵すべてを、一定時間範囲内にいれば、効果終了後、束縛をして動けなくすると。それに対して近づいてショットガンだったりとか地雷、ボムを投げてワンコンするというのがコンセプトになります。逆にこのキャラに縛られた場合は、必ず3スキルのギアを貼って耐性をつけないと、ボムからのコンボで10割飛んでいきますので、本当に注意が必要です。ただ、まあ、このキャラクター使ってると非常に残念なのが、まあ、さっきも言った通りギアの、シールドですねをスキル3のやつで3回無効化されますので、せっかく重たいショットガンの一発だったりとかボムが無効化されてしまうと、ウルドの拘束最中に殺しきることができないみたいなことにもなるので、まあ、それを対策用にスキル1を、ボムではなくてタレットにした上で、まあ、タレットで通常攻撃で敵のシールドを削った後フルコン入れるっていう選択肢を一つ入れてもいいかもしれないです。でちなみにこのゲームアンチ外に出るとめちゃくちゃ痛いので、かつアンチの狭まるスピードは速いですから、おそらくクマとかだと足が遅いので、アンチ外に一度入れられるとワンチャン復帰することができないぐらい、食らって死ぬことになりますので、アンチ外のもののアイテムだったりとか経験値につられて出るのはあまりやめた方がいいと思います。まあそれぐらいですかね。まあ、ショットガンは本当に距離を詰めてからぶっ放す武器類になるので、ウルトからのスキル1スキル2ショットガンで余裕で10割ですね。 HP が少なければそれだけで、まあ本当正直ショットガンだけでも後半1000近くのダメージ叩いてくれますので、めちゃくちゃ強いですから、ショットガン、まあ基本どの武器でもそうですが、基本的に優先して通常攻撃のレベルアップ時の強化を優先することを徹底した方が多分大丈夫だと思います。でまあスキル4の必殺技が発動して敵が範囲外に逃げるとウルトで拘束することができなくなってしまうので、そこがちょっと残念なのかなっていうところはあるので、それを回避するためにスキル3の部分でワープといった形で移動できるスキルを入れてもいいかもしれないですけど、自衛スキルがなくなっちゃうので、まあ、そういったところからおそらくこのキャラもスキル3はこの3回防げる攻撃のやつが安定的に強いと思います。まあ、ただショットガン無料ですし、1スキも無料だし2スキも無料ですね。で3スキも無料なので、いや違うのか、1スキがマインで、これ2スキ多分地雷でぶん投げるやつ入れてると思うんで、まあ、ダンボール以外は全部無料ですね。まあ、これ縛ります、地雷投げます、手榴弾で1スキでこのコンボですね。で敵がクマでシールド張ったとしても、まあ、この感じで1000近くのダメージを出して倒すことができるという感じになりますので、一連のコンボで OK です。ただあれに敵がスキル3まで張っていると倒しきることができなくなるので注意してください。あとは一応私これ全く気づかなかったんですけど、自販機だったりとか、まあ、こういう建造物で漁られていると、なんて言うんでしょう、アイコンが黒くなってるっていうんですかね、色落ちしてるみたいな感じになってる時はもう漁られてるので近づいて調べる必要がないんですね。これみんな気づきましたかね。私全く気づかなくて、どれぐらいだろう、結構な試合数するまで気づかなかったですね。なんでまあこういう今もこれ漁られてるって黒くなってると思うんですけど、まあ、遠目から見て近づく必要はないという感じになります。なんか話そうとしたの忘れちゃったな、何だったっけな。一応まあ後々あげると思うんですが、男の人ですね、キャラクターの男の人が、ウルトを使うと、障害物だったりとかバフを全て弾きますので、クマとかがいっぱい出てくるような試合だったら男の子で、まあ、デバフ入れて、バフを解除して戦うことができます。ここもまあ近づいてショットガンですね、応援もしながら戦うと。ただこのゲーム
高確率で回復剤が押せてないだったりとか、まあ、シールドスキルさんのシールドが出てないみたいなことありますので、もう連打して出るのをしっかり確認して戦った方がいいですね。本当に出ないことよくあります。あとは近づいてきた敵に対してスキル3じゃなくてスキル2からのポン押しが高確率で外れるので、そこは非常に残念ですね。で、敵がシールド張ってるときは戦わず距離を取って戦えば OK です。で、地雷だったりとか、まあ、タレット、召喚物に関してはかなり1隙の、通常攻撃のショットガン強いので削り切ることができると。で、範囲内に、ウルトスキル4の必殺技の範囲内に敵がいれば視界を取ってなくても、影が伸びますので、一応茂みチェックとして使うこともできるというような性能になってます。あの、クマさんが持ってる武器がハンマーで、レアリティが高い装備ですね。で、障害物もあっても関係なく弾が貫通しますので、射程に入ってるかどうかの判断だけすれば大丈夫です。で、まあ、ここは上側のブッシュにいるのが分かってるので、ウルトでブッシュ通過んで手榴弾投げて近づいて1の前にで、あとは、通常攻撃連打で勝ちという感じのコンボです。まあ、使い方はウルトさえ当ててしまえばそれだけになりますので、まあ、ぜひ、段ボール持ってる方はこの構成でやってみてください。簡単に使った装備です。スキル1位がこのプロキシミティマインといったような、設置して近場の敵に対して突進してダメージを与えると。私の場合多少強化して強くなっているものの、初期のタイミングからでも非常に強力で、かつダメージだったりとか HP が500で敵の攻撃を吸ってくれる、置いた後ある程度の時間フィールドに残り続けてくれるといったような形で、汎用性が非常に素晴らしいものになりますので、まあ、無課金の、特にそんなに課金したくないなって方は、スキル1これを入れておけば、まあまず問題はないのかなっていうところと、そもそもスキル1に入れれるスキルがこれかタレットかみたいな、まああまり課金してなければ選択肢がないような状況ですので、まあこの、プロキシミティマインは安定的に強いアイテムですので、ぜひ活用して使ってください。スキル2はサイクロップスボムですね。指定エリアに対して手榴弾を投げて範囲内の敵に爆発ダメージを与えるというスキルですので、ウルトで遠距離の敵を拘束してサイクロップスボムをぶん投げる、近づいて、1隙のマインを当てるというようなのが一連のコンボなので、まあコンボとしては非常に使いやすいスキルですが、割となんか遠距離に投げるのがめんどくさいのと、自分の直下真下に投げることがちょっとできないので、非常にその辺が使いづらいのかなというところではあるものの、無課金では取得できるものになりますので、まあかなり強力で強いスキルになります。最後にスキル3ですね。このおそらくギアはほとんどのキャラクターでこれを入れれば安定的に効果を発揮してくれる、まず外れることがないギアということで、まあ、今回だと、レベルを上げてしまっているので状態時間が若干伸びてはいるものの、レベル1から何かのダメージを3回攻撃ブロックしてくれますので、まあ、そのショットガンの一発重いのも1ですし、はたまた逆にあのさっき紹介した銃ですねのマシンガンみたいなの一発も1という形になりますので、まあ、強力な攻撃をしっかりと避けるスキルとして使うことができます。まあ本当に外れがないギアなので、まあ、困ったら3スキこれを入れといてもいいのかなと思いますが、3スキの部分に関しては結構入れる選択肢が多いギアがいっぱいありますが、多分これが一番無難で強いと思いますので、初心者の方はまずはこれを入れる、かつ、戦った時に必ずタイミングよくこれを使って敵からの攻撃を防げるようにしておくと、ぐっと、1対1の対マンの時勝率上がると思います。最後にダンボールことクラッピーボックス、正式名称そんな名前なんですねの必殺技ですね。してクールタイムが30秒、範囲内が、かなり広い35、めちゃめちゃ広いんですね。でかつ持続時間が、敵の拘束を5秒間するっていうのと、範囲内にいる敵全てに対して有効、視界が取れてるかどうかは関係ないです。逆に敵範囲内に敵がいないにもかかわらずスキルを打つと、なんか自分でニンみたいな感じの印を結んでるような状況から何事もないような形になります。まあ、あのさっきも動画内でも言った通り、茂みチェックとしても使うことができるし、茂みから、自分が茂みに入っている、敵が茂みに入っていない状態で、まあ、ギュインと影を伸ばしていきなり拘束するっていうようなこともできたりもします。まあ、非常に強いスキルですので、まあ、集団性の要のスキルになりますが、逆にこれがないと、まあ、ちょっと物足りないのが、まあ、このボックス君になりますので、必ず戦うときはこのクールがあるときに戦う、 HP がローでもこれを唱えて逃げていくっていうような選択肢も取れるぐらい強いスキルになりますので、ぜひ持ってる方はやってみてください。ということで、以上クラッピーボックスの動画でした。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。